どのあたりから山崎選手はもうトップ昇格を意識し始めましたか？まあ、ユースになってトップの練習参加とか練習試合とか何回か行かせてもらいましたけど、はい、行くには絶対早いなと思ってたし、あ、自分自身で感じてたんだ。はい、通用しないなと思ってたので憧れありましたけど、なんか実感はあんまなかったです。まあ、就活を始めてて、はい、で、まあ、4年生になってもまあちょくちょく試合出て、まあ、レギュラー争いをしてるって感じだったので、うん、同時に就活は並行してやっていました。ただ愛媛 FC からオファーをいただく時が来たと。そうですね、あのぜひよろしくお願いしますっていう返事はせずに、はい、そこも間があったわけですか？返事するまでは。めちゃくちゃ悩みましたね。1ヶ月間ぐらい返答しなかったんじゃないですかね、多分。その間家族に相談した、学校大学の監督に相談した、まあいろんな方に相談しましたけど、うん、でも最後の決め手となったっていうのは自分でじゃあもうサッカーの方に舵を切るっていうきっかけになったのは何か、まあ、プロという憧れはありましたけど、はい、もう正直大学4年生でもサッカーやりきるつもりで、うん、過ごしてましたし、うん、まあ、そこでの葛藤はめちゃくちゃあったんですけど、はい、後ろに山崎がいれば安心だよね、まあ、守ってくれるよねって本当に思ってもらえるような、選手にはなりたいですね。